猫派、犬派だったん。もともとずっとそうですね、中一の頃から犬飼ってたんで、はい、犬派でした。そうですか。今はどうでしょう。はい、今犬派猫派両方ですって、<laughs> 胸を張って言います <laughs>、はい。ありがとうございます。あの、めちゃくちゃ嬉しかったです。というのも、その猫侍シリーズの、もともと大ファンだったんで。で。でも、それが今度は忍者になって帰ってくるっていうので。で、まさか僕が主役でっていう。 ものすごくく嬉しくて光栄でもう最初っからンちゃんは人懐っこいですし甘えん坊だったんで抱っこも好きな子だったからすごくおとなしくておとなしく抱っこされててくれてて最初っからそうですね最初っからあんまりなんかあんまりンちゃん僕のこと好きになったとか嫌いになったとか何にもないんじゃないかなっていうぐらい最初っから ちゃんとなんかれかれててくれてくたりとかは、あのー、僕が金時をもう愛しすぎて可愛くなりすぎて「父上」ってやるはずがもう本当に「赤ちゃん言葉」みたいになっちゃう。<laughs> <laughs> いやそれ父上じゃなくて金時に対する「君」だから父上にそんな喋り方しないで」って。 もう一回みたいな、NG、は何回か出ししちゃいましたねこう走り方一つとっても前傾姿勢で体上下動させないで膝もちょっと曲げた状態でこのまんま手も動かさないで山道を走るみたいなのとかもう結構変なとこ筋肉痛になったりとか手振らないとスピード出なかったりとか。 いいろろあったんですけどでもそれとかも家の近く夜ランニングする時とかに一人で都内の街中を忍者うれし, <laughs> しかったのは映画版でちょっとカットされちゃってるんですけどその,その直後から使われてるところがあってただその見た時にああ裏ではこんなことがあったんだなって想像しながら見てほしいなって思うのが居酒屋で。 侍たち二人に居酒屋に猫なんか連れてきてんじゃねえよって絡まれるときにこう父上をこう守るっていう意味でこう抱き上げるっていう芝居があるんですけどその時に絡まれたときに金時からこっちこ僕の方向いてトントントンって近寄ってきてこう手伸ばして「抱抱っっっここて来たんですよ助けて」っていう感じで。これは金 時可愛いと思って本当にそれもうニヤニヤしちゃうのこらえてしまいしてました。なでなでシーンかな。気持ちよさそうにしてくださってたくださってたって父親みたいな感じになっちゃってた。<laughs> 父<上> <laughs>。もう気持ちよさそうにしてくれてたのとか。うん。あとそのスクワットのシーンとかも猫合わせでいろいろ変えてて。 最初は背中に乗せて腕立て伏せしようかとかなんかいろいろ考えてたんですけど背中に乗せて腕立てはさすがにどっか行っちゃうかなっていうので首に負けるかなみたいになってやってみたらできたからよしじゃあそれでスクワットにしようって決めたっていうえこの映画はですね金時が可愛いんです本当に金時のいろんな表情が詰まっててでさらに登場人物たちの間抜けなところとか ストーリーうんまあストーリーも抜けてるというかでアクションだけはかっこいいんですけどもう本当にいろんな癒し要素が詰まった笑える忍者活劇になってますので猫好きの方もそうでない方も絶対に金時の虜になることそして猫人この作品の虜になること間違いなしだと思いますので是非日々の疲れを癒しに。 劇場に足を運んでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。